こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は皆さん気になっているであろうこちらです。一時支援金について紹介したいと思います。個人は上限30万円、法人は上限60万円が支給されるかもしれません。目次です。まず内容と対象事業者について説明します。そして申請から給付までの流れを解説して、申請方法や必要な書類を紹介します。そして最後に今後のスケジュールについて紹介します。それでは今日も動画最後の方までよろしくお願いします。はい、それでは一時支援金について解説していきます。こちら目次になります。この順番で説明していきますね。まず内容についてざっくり紹介したいと思います。個人は上限が30万円、法人は上限が60万円ですね。そして対象期間は2021年の1月から3月が対象期間となります。緊急事態宣言によって飲食店など外出自粛によってで影響があった事業者が対象となります。そして比較なんですけど、2019年または2020年と比べて2021年の1月から3月どこの月でもいいので売上が 50% 以上ダウンしているということが条件になります。もう少し詳しく資料の方紹介したいと思います。この緊急事態宣言による一時支援金の概要ということで、こちらですね、先ほど言った金額はこちら。対象期間は1月から3月で、対象月は対象の期間から任意に選択した月で OK です。そしてポイントとして、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業とまたは外食自粛の影響を受けた事業者が対象となりますよということが書いてあります。ポイント2が2019と2020を比較して1月2月3月の売上が 50% 以上減少した事業者です。もう少しね、詳しく知りたいという方はこの資料を読み込んでいただければと思います。本日はポイントのみね、ざくっと説明をしていきます。じゃあ次いきますね。じゃあ皆さん気になってると思うんですが、この対象事業者についてです。飲食店がメインに該当されることになります。あとは旅客運送事業者や宿泊事業者、イベント事業者が対象事業者としてメインとしてなるのではないでしょうか。またね、もう少し詳しくこの後資料を見せます。そして基本的には緊急事態宣言地域が該当する方が多いんじゃないかと思います。もちろん宣言地域外でも要件を満たせば OK になります。その代わり地域のコミュニティ内の顧客の取引のみだと対象外というふうに書いてあります。これはおそらく緊急事態宣言が出ていない地域でも要件を満たせば OK なんですけど、それは緊急事態宣言のところと主な取引があるというような場合だと、もしかしたら該当するんじゃないか、要件を満たせば OK ですよっていう意味合いだと思います。もう少し詳しく資料の方を見ていきます。具体的な対象事例ということでこのような資料が出ております。やはりね、メインはこの飲食店ですね。あと飲食店に該当するというか関連性のある業種の方が例えとして挙げられています。そして主に対面で個人向けに商品サービスを行う事業者、先ほど紹介しましたけど旅客運送事業者、どういうものかと言いますと、タクシー、バス、あとホテル、旅館、文化施設や映画館、カラオケなどなど、あとはイベント事業者等が該当するんじゃないかなっていうふうに詳しく少し書いてありますので、もしね、自分が該当するのかどうかって見たい方はこちらの資料、概要欄にね、この URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認ください。そしてこちらは保存すべき証拠書類の例が書いてありますので、こちらね、星印が宣言地域の事業者の方が用意すべき書類、ここの青印が宣言地域以外に所在の事業者の方と詳しく書いてありますので、一度目を通してみてください。これはね、今回ここに注意書きあるんですけど、検討中の例であるので、今後ね、変更があり得るということで、必ずしもここにね、出ているものが絶対というわけではないので、今後の情報を必ずチェックするようにしてください。さあ、次は申請方法です。申請から給付までを紹介します。これフローチャートの資料の方が見やすいので、そちらの方を紹介しますね。その後必要書類の方を紹介したいと思います。まず申請から給付までのフローなんですけど、このような状態です。まず申請者がアカウント申請、アカウントを取り登録をします。そして発行されます。で、事前準備の予約、書類準備を予約します。そして予約を受付したら、今回ここがちょっとキーワードなんですけど、事前確認があります。これはオンラインであったりテレビ会議あったり、対面電話などで、要は内容を確認して、この審査があるってことですね。軽く、これはおそらく持続化給付金の詐欺が多発したのを受けて、事前にね、確認をさせてくださいっていうことなんだと思います。そしてその事前確認に通ると、事前確認の通知、番号が来ます。その番号を入手してから申請の書類の方を準備して送って、審査があって振り込みが
で、ようやく申請者の方にお金が振り込まれるというような流れになっております。はい、そして必要書類の方を説明いたします。2019年および2020年の確定申告書が必要になります。また持続化給付金と同じく売上台帳も必要です。その他は通帳や先ほど言った事前確認の通知番号ですね、事業確認通知が必要になります。これはこちらの事前確認通帳の番号が必要になりますので、この番号のことだと思ってください。そしてあとは本人確認書類、まあ、同意書等々が必要となります。必要書類はだいたいこれくらいがピックアップされておりました。はい、それでは今後のスケジュールです。2月15日の週に事業確認スキームの詳細が公表されます。そして2月22日の週に一次支援金の詳細、まあ、Q&A とか、まあ、公表をされます。多分ここでもう少し詳しい情報が出るんじゃないかと予測されます。そして申請者のアカウント登録の受付が開始されるのが後半です。事業確認の受付開始もこのタイミングでスタートする予定です。そして3月の週に、まあ、初旬ですね、一次支援金の通常申請の受付が開始されるというスケジュールになっております。またね、こちらの方新しい情報が出てきたら動画にできたらいいなと思ってますので、皆さんもね、確認するもしくは該当しそうだな自分がと思う方はぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、そして最後まとめなんですけど、確定申告は早めに完成してください。今年もね、確定申告が3月15日から4月15日まで1ヶ月期間延長されてます。しかしこの一次支援金をもらおうと思うと2019、2020年の確定申告が必要となります。ですので確定申告は、ね、早めに完成しておくと、これからもしかしたら出るであろう新しい給付金や、まあ、借り入れをしたいなというタイミングにやはり何が必要になるかって結局確定申告書なんですよ。なので1ヶ月延長だから大丈夫だろうということではなくて、確定申告は早めに完成することをお勧めします。そして先ほど紹介したんですけど、質問フォームがあります。該当するんですか、自分の場合どうなりますかっていうのを質問の募集を開始しています。これ直接、返事があるわけじゃないんですけど、ここの質問で多かったものをその後のこの Q&A 等で公表するそうですので、もし自分がどうなのかってわからない方はこちらのウェブ上の質問フォームから問い合わせをしてみるというのも一つの方法かと思います。そして3月の初旬から申請の受付が開始となっておりますので、スムーズに申請できるよう必要な書類は揃えておくといいかと思います。それでは本日の内容は以上になります。また新しい情報ができましたら動画の方で紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、私オンライン上で税理士を味方につけるということでオンラインサロンの方を運営しています。まあ、月額制の完全会員制、税金経理ビジネスの情報相談や質問も OK です。あとね、 YouTube や TikTok の裏側話していたりとか、私が普段どういう風な考えでビジネスをしているかっていう裏話とか、一番多分自分のプライベート感を出しているのはオンラインサロンだと思いますので、ぜひ興味のある方は概要欄に URL 貼ってありますので、そちらの方ご確認ください。それでは本日の動画も以上になります。ぜひぜひチャンネル登録の方お待ちしております。はい、それでは本日も動画最後の方まで見ていただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またね。